大石やんたん切り抜きチャンネルついに出たんですよ、うちにも。あれが、転売屋。あの、3月2日土曜日に来年え、武道館でワンマンライブをやるんですけども、その武道館のワンマンライブのチケット、売り切れてるんですよね、今ソールドアウトしてて。で、チケットを探してる人たちがたくさんいるっていうので、譲りますと。買い取り希望。 みたいな感じで。指定席10枚、立ち見席5枚、余らせております。指定席は1枚5万円。立ち見席は1枚4万円でお譲りします。気になった方はリプライくださいっていうね。アカウント名、その名も、大石武道館お譲りしますっていう。方が。方じゃない、やつが。<laughs> こんなん、ね、別に丁寧に扱う人ない。やつがね、いてて。 で、それで、もう一個、つぶやいてる、ポストがあって、もうこれが、皆さんちょっとカチンと来たらしいんですけど、私は、大石さんには、興味ないので、お譲り先が見つからなかったら、チケット、紙くずになります。ご協力、お願いします。じゃかましいわじゃ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 かましいわ <laughs> 今の最上級。<laughs> もうスト、ジャクまマシ <laughs> <laughs> いやねね、これ、僕ね、これをツイートがなかったら、自分のアカウントで注意喚起するつもりなかったんですよ。で、なんでこのツイートを見て、ポストしようかって思ったかっていうと、紙くずになる、イコール、さっき言った通り、10枚プラス5枚が空席に当日なるって心配した、 うちのすごく熱心なファンの方々が空席を作るわけにはいかない。紙くずにするわけにはいかないって言って、チケットを買っちゃったらどうしようと思って注意喚起したっていう経緯があったんですけど、ちなみにこれはあれです。詐欺です。転売屋じゃなくて転売詐欺ってやつですね。例えばこの人にえ振り込みをしましたと。 じゃあ、一席お願いしますということで、5万円振り込んだとしても、チケットはやってきません。これ確信してます。これなんでかっていうと、チケットの枚数。もっと言うと、チケットの枚数の倍数。これ4の倍数じゃないとおかしいんですよ。っていうのもですよ。一人が買える最大枚数っていうのがあるんですよ。で、うちの設定4枚だったんですよ。だから、 いっぱい変えたとしても、別アカウントでたくさん変えたとしてもですよ。4の倍数じゃないとおかしいんです。でもこの人、指定席10枚。ね。で、立ち見席5枚。5の倍数なんですよ。しくったな。<laughs> おい詐欺師。しくったな。<laughs> 4の倍数やったな、おいしは。残念でした。<laughs> だから、この方にお金を振り込んでも、 チケットは来ませんなんで皆さん本当にあの騙されないようにしてください